それでは両チーム自宅戦略の発表をします。まずは上野由美子チームの自宅戦略です。背番号3番ゴールキーパー林谷二郎、はい、背番号2ディフェンダー室谷慎、はい、背番号3ディフェンダー森重正人、はい、背番号5ディフェンダー丸山雄一、はい、背番号6ディフェンダー太田浩介、はい、背番号20からミッドフィールダー田辺壮太、はい、背番号8ミッドフィールダー高萩洋次郎、はい、背番号15ミッドフィールダー永井健介、はい、背番号13ミッドフィールダー大久保嘉人、はい、背番号38ミッドフィールダー東圭吾、はい、背番号20フォワード前田洋一、はい、そしてサブステッチスーパー背番号1ゴールキーパー大久保拓夫、はい、背番号22ディフェンダー徳永雄平、はい、背番号7ミッドフィールダー米本拓司、背番号23ミッドフィールダー中島翔也、はい、背番号37ミッドフィールダー橋本健介、はい、背番号10フォワードのピーター豊、はい、そして監督篠田義行、はい、以上のメンバーです。